統一教会に入り、2日間の合宿まで行きました。街を歩くと何回も統一教会の人につきまとわれます。娘に話したらアホ面をしているからと言われました。これから二度と入りたくないので、どうしたら統一教会の勧誘かどうかを見抜けるようになるのか教えてください。いやー、見抜けるようになるかっていうのは別にして、声をかけられないようにするためにはいくつかのコツがあります。統一教会が狙う人、日本の対統一教会訴訟の第一人者、ゴーロさんという弁護士がいます。私もていうか私の知り合いが一度話したことがあります。オウムアレフの正体隠した勧誘は、実は統一教会から1993年頃模倣したと言われてて、その件で相談したわけです。あれは違法かどうかって、まあ、それはさておき、そのゴーロさんが3つの特徴があると。勧誘されやすい人、1つ目真面目な人、2つ目宗教心のある人、3つ目お金のある人、ここであります。ですからお金がなさそうな感じであれば声はかけられないと思います。それは言えますね。あとはどうだろうね、真面目で宗教心がありそうな人っていうか、長年勧誘してるとなんとなくわかるかもしれませんよね。うん、そんな感じかなっていうのが、まあ私が今言えるのはこういうことですが、だからね、簡単に言うと声をかけられるからといって悪いわけじゃなく、皆さんが真面目で宗教心があってお金があるだろうなと思われるわけですから、声をかけられることを気にせず、でまあ最初にバシッと断ることですね。これ最初に断らないとですね、相手の期待が高まるわけです。最初にビシッとアンケートには答えませんというふうに言うのがいいと思います。だから先手必勝ということです。